イギリスではトラック運転手の不足によりガソリンスタンドへのガソリンの供給が滞ったため買いだめに走る客が続出し長蛇の列ができる事態が続いています。こちらのガソリンスタンドでもこの車の行列耐えることはありません。ここ2、3日ずっとですねこのような状態が続いているんです。イギリス国内のガソリンスタンドでは現在全体の3分の2にあたる5500件でガソリンが品切れになっています。製油所などにガソリンの在庫はあるもののトラック運転手が不足しスタンドへの供給が追いついていないためです。ロンドン市内のスタンドでは買いだめに走る客が続出し先週末から長蛇の列が続いています。 We just hope and pray that within a week or two we're back to normal. I think people need to calm down really. They need to sort this out, otherwise it's going to be worse. こうした事態の背景にはイギリスの EU 離脱や新型コロナの影響により運転手の主な担い手である外国人労働者が不足していることが挙げられます。これを受け政府はクリスマスまでの期間限定でトラック運転手5000人分のビザを発給することを発表しています。またガソリンの配達に軍を投入することも検討しています。